京都自社東同時放火事件とは、1993年4月24日から4月25日に、京都府京都市内で発生した放火ゲリラ事件。日本の震災翼の中核派が起こした事件である。この年の4月に、秋人天皇の沖縄行行が、また6月には、皇太子ご成婚式典が予定されていた。震災翼各派は、 日本各地で皇室を標的としたテロ事件、反皇室闘争を続発させていた。九百九十三年四月二十四日午後十時頃、霞海関京都市署と京都府警渦正警察署、梅津派出所で、次元式発火装置が発火した。そして翌日四月二十五日午前三時三十五分には、京都市内の少年院、任那寺、三千院、田中神社が、 相次いで放火された。このテロにより、少年院の茶室、公文帝と田中神社拝殿が全焼し、忍間寺と三千院の建築物の一部が消失した。4月30日、中核派は革命軍軍法を各マスコミに郵送した。そこには、日程権力を侵犯させ、法置中の天皇の度肝を抜いたとし、天皇にまつわる諸施設は、 徹底的に破壊されて当然と主張した。今回被害にあった霞海館は、皇室の判定とされた、旧家族の親睦会の会館で、また少年院、任和寺、三千院は、門跡寺院として有名であるなど、いずれも皇室に縁のある施設であった。ありがとうございます。